はい、どうも、ルーでございます。セブンのやつやっていきたいと思います。はい、今週でアンテのピックアップ終わるじゃないですか。だから、まあ今、ある石を、まあどうするかっていうところなんですけど、今、これが、10回引いて、あと14回引かないといけないのか。28回だから28回だからあと18回引けば召喚ポイント貯まって2回引けるのか。足りんな足りないな、足りないぞ。ちょっと待ってくれ。1900、2200、100連かで10でしょ。足りる、足りないな買ったとしても足りさせるしかないか。なんとしてでも、そうね、オッケー。まあちょっと迷いは消えました。まあミスターアーマー欲しいんだけど、とりあえず天井召喚ポイント2体2枚2個2個分でアンテを交換したいので、ちょっとそっち方面行きます。ちょっとさ、この後アリーナやるんですけど、先にガチャやります。よいしょ、えい。なんだ、ゆうじゆうじって。どんな確率だよ。でもこれ1200じゃん、ちょうど。アリーナができなくなっちゃうな。200残すしかないのか。苦しい。先週のアリーナがしんどかったな。おう、金三昧。なんも出ないね。ラスト。うん、半分。大爆死。倍返してきた。よし。もうね、ずっと引きが良かったんでね、倍返し食らってるってことですね、これは。うん。さあ、この引き弱な状態をアリーナでちょっとね、ひっくり返したいところですね。はい。参りましょう。いけ!対戦よろしくお願いします。まあ目標としては、まあ水曜マスターかなと。だから異形を頑張って、いかないかなというところですかね。目標殲滅、通してたまるか、通してたまるか、問答無用、いけ、穴だらけにしてやる、通して、あ、たまるか、ロージーがおるやん。この降臨のもとに終わりを迎えよ。強っ、通してたまるか、どうして
ー参った、復活装置消された。ここまでなのね。死神降臨、貴様の死は俺の召喚だ。どうしてたまるか。いやー、ミリアを速攻殺せねえとちょっとやっぱり大変なことになるな。これお見せしましょう。どうしてこれスキル向こうがまだついてんだもんな。私たちの絶望が一筋の光。あー、これ流れ悪い。どうしてたまるか。天に平和を。アンテでミリア守らせるっていうのもありなんだね。我が剣となり降り注ぐ。どうしてたまるか。でもこっちより圧倒的に向こうの方が一目で高いもんね。負けです。ありがとうございました。ちょっと時間もったいないんでね、もう明らかに負けなところはもう省いていきましょう。対戦よろしくお願いします。どうしてこの方もミリア入り。負けちゃダメなのに。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。これなら運命じゃないのに。どうして出撃8000がやっぱ強いよな。問答無用、穴だらけにしてやる。どうしてたまるか。どうしてたまるか。目標殲滅。どうして殲滅。たまるか。どうしてたまるか。どうしてたまるか。避けられる。見えてきた光の道が。おりゃ、ここまでなのね。どうしてたまるか。ここまでなのね。はずじゃ。見えてきた光の道が。なるほど、アンテは防御具が間に合わない。どうしてたまるか。軽減がないからな。問答無用、あのチャレンジャー隊にはまだあのミスターアーマー使ってる人がほとんどいないからね。たまるか。どうしてそのおかげで助かってる感じだ。目標ここまでなのね。あららら、レインレイブ死んだ。で、あれだね、フレイヤが全く動いてないね。これフレイヤ死んだらやばくね。難しいところだな。デロンズが撃ちそうな気がする。終わりだ。避けられる。ここで終わるのか。もっとひどい終わり方した。マジか、ダメだった。そこまでそこは予測できなかったわ。マジか。どうしてたまるか。どうしてたまるか。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。作戦は失敗か。どうしてたまるか。天に平和を。ピタピタ楽しまないと。すぐに迎えに来るから。誰と誰だ。絶望がね。レギンレイブと。どうしてスクルドにかかってるのか。運命じゃないのに。道を教えて。進むべき場所へ。次元を超え、新たなる世界へ。ど
っしゃ、回復か、回復が2回つけた。こっちも食らっちゃった。レベル高ければね、弱点に したいよね。どっちのスキルも使い勝手いいから。どうして溜まるか。ひざまずけ。よく見ときなさいよ。深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。助かった。たまるか。よく見ときなさいよ。深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。どうして。たまるか。うわあ。とんでもない攻撃力。スクルド。行きまーす。どうして。たまるか。はずじゃ。くるくる。見えてきた光の道が。おりゃあ。ここまでなのね。どうして溜まるか。こんなはずじゃ。どうして溜まるか。こんなはずじゃ。それじゃ始め。いやー、なんか敵のスクルドに覚醒使われるな、すごく。どうして溜まるか。作戦は。よし、ナイス。制圧。どうして溜まるか。逃がしはしない。復活阻止か。レギンレーブが動いてねえんだよ。ああ、死んだ。溜まるか。どうして溜まるか。天井の光よ。我が剣となり。まあこれのこの覚醒で死のあれ追撃で倒すんでしょ。問答無用。穴だらけにしてやる。どうして溜まるか。これで終わりだ。天井の安寧のために終焉を。大変ありがとうございました。オッケー。この俺が貴様を死へ誘ってやろう。私は止められない。止められない。魔法リーダーにした方がいいかな。止められない。どうして溜まるか。どうして溜まるか。自分の死を感じるがいい。感じるがいい。作戦はだから無理だって。終わりだ。目標殲滅。どうして溜まるか。作戦は鶴とか。どうして溜まるか。でもこっちは平成 3枚あるからな。道を教えて。進むべき場所へ。次元を越え。これきついよな。今の環境で考えると活力効果持ってるのが普通だからな。今2回抑えられちゃう。よし、さよなら。すると、グッバイ。するとグッバイバーイ。グッバイ夏を。よく見ときなさいよ。深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。ここまでなのね。どうして溜まるか。こんなはずじゃ。見えてきた光。意外とレギンレイブ落ちんだよな。どうしてなんでなのかしら。溜まるか。見えてきた光の道が。じゃあテントの関係なのかな。こんなはずじゃ。天井の光を我が剣となり降り注げ。どうして溜まるか。こんなはずじゃ。ひざまずけ。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。
やばい、これ出撃あるから。あ、助かったと思ったら、助かったと思ったら1で死んじゃった。回復負荷でその後1日しか残ってなかったのか。いや、覚醒撃てれば終わったんだけどな。絶望の中から開花するのです。とりあえずデロンズスキルって、デロンズがあの死神の降臨を、天に平和をここまで、それ一番ダメなやつ。目標殲滅、通してたまるか、通してたまるか。これダメだな、これ厳しいぞ。デロンギさんとジェラール、ジェラールでいける？ダメですな。カラスト。今んとこ2勝 ?1勝 ?1 勝3敗厳しいね。これはあれだな、ちょっと前までやってた俺のパーティーだな。ジェラード1バックだったな、その時は。何をくださいか。終わりか。どうしてたまるか。霧の中消えろ。いいぞ。目標殲滅、どうしてたまるか、どうしてたまるか。作戦は失敗か。これで覚醒打って、目標殲滅、どうしてたまるか、どうしてたまるか。見えてきた光の道が。あ、死なないじゃん。どうしてたまるか、どうしてたまるか。作戦OK。見えてきた光の道が。やばいやばいやばい。どうしてたまるか、どうしてたまるか。やばい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 。やめろやめろ、ちょっと勘違いしてるぞデロンズ。まあ出番、君の出番じゃないぞ。出番呼んでないっすよまだ。問答無用、穴だらけにしてやる。レギンデイブ、レギンデイブ、レギンデイブ。ここまでの栄光の降臨の元に終わりを迎えよ。フリーエがいたから助かったけど。目標殲滅、どうしてたまるか、どうしてたまるか。まない、これで終わりだ。天井の安寧のために終焉を。ない、大変ありがとうございました。2勝3敗かな、勝率下がってるから。高級の平和を享受しよう。そうですね、 52% から下がってるから2勝3敗だね。はい、ちょっときつい、まだきついっすね。だから装備だね、超越をちょっと進めていこう。ネギンレイブの混沌と絶望を、プレイヤーかな。完全な勝利で高級の平和を享受しよう。まあちょっとそこら辺はちょっと考えてみないとな。この俺が貴様を死へ誘ってやろう。混沌と絶望を
秩序と希望に。あとはあれかな、あのレギンレイブが守ってもらえるようにこれを装填とかにした方がいいかな、かもしれないね。装填のヒットポイント持ってないんだけどね。はい、ちょっとそれを頑張るか、頑張るしかないね。まあセブンナイツベースまだ終わってないんでこれを終わらせるのとを優先で、で異業行ってって感じか。足元固めて、はい。というわけでですね、ご視聴どうもありがとうございました。今週になってね、またアリーナ一気に環境変わりましたね。あのバランス調整の、あの効果で、いろんなこう化学変化が起きてる感じですかね。はい、まあここら辺楽しんでやっていきたいなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでした。バイバイ。